で、まあ実際多くの方がそこから飛び降りて亡くなってるってことで、すごい迫力。ちょっとあれ、ほんと気をつけないと。そしたら死体が流れ着くとしたら多分こういう場所ですよね。人が沈んでるんじゃないよね。え、違うよね。なんかいろんな場所が痛くなってきたぞ。なんかこの神社ちょっとすごい不気味ですね。ちょっと待って、なんか話し声みたいにしてない？なんで、あ、こんな初めてなんだけど、なんで、ちょっと待って、誰かいますか？こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅、九州編5日目ということで、現在地は佐賀県の伊万里市です。こちらではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポット待ってます。今日も曇ってますね。まあ天気予報を見る限り大丈夫だと思うんですけど、今日は。昨日も不思議なことがあって、まあ、心霊スポットから帰ってきて、まあ、寝る前に最後歯磨きしてたんですけど、まあ、そしたら洗面所の扉が勝手に閉まったんですよね。まあ、ガチャンって閉まったわけじゃなくて、開けてたのがスーって動いただけなんですけど、眠かったし酒も飲んでたんであんまり怖くなかったんですけど、あれは何だったんだろうな。しかも悪夢見たし、大丈夫かな、バッソン様に祟られてないかな。おー、すげー綺麗、だんだんになってる。棚田か、これ棚田。まあ、ということで、これから向かうのが佐賀県の唐津市にある心霊スポットの七つ釜です。七つ釜って崖の名称なんですけど、その崖の下に七つの洞窟があることから七つ釜っていう風に名付けられたらしいです。まあ、そこは断崖絶壁になってるみたいで、実の名所っていう風に言われてます。で、まあ実際多くの方がそこから飛び降りて亡くなってるってことで、まあ、近くにはその供養のお地蔵さんがあったりとかして、まあ佐賀県内ではかなり有名な心霊スポットになってるみたいです。まあ、なんか夜女性が崖から飛び降りてるのを見て、すぐに警察に通報して捜索が行われたんですけど、まあ、何も見つからなかったみたいな、まあそういうことがあったりもしたみたいです。まあということで、ここも心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。まあということなんですけど、まあ昼間は観光地になっててすごい綺麗な場所みたいですね。まあ夜行っても崖の下とか多分真っ暗で見えないと思うんで、まあ、ちょっとまずは明るいうちに行ってどんな場所なのか見てみたいと思います。そこから40分ぐらいですね。もうすぐ着きます。おー、海です。つか雲がすごいな。奥の方にも島があるんですけど霧で見えないな。あ、七つ釜こっち。綺麗。ヤシの木。七つ釜、誰もいないな。下向かいます。はあ、めっちゃいい匂いする。なんかここいるだけで癒されますね。七つ釜結構歩くんか。なんか空気が沖縄みたいですね。すごいすごい、なんか鳥がいっぱいいるよ。なんかちっこい可愛い、見たこともない鳥が飛んでる。あいつらずっと飛び回ってて取れないな。あ、ほらほらほら、どこだどこだ、これはなんだこれ。お、すっげえ、うわ超広大ですね。七つ釜こっちか。うわ、ちょっと待って、すごいすごいです。本当に断崖絶壁だ。それこの高さから落ちたら死にますよね。いやマジですげえ、こんな風に削れてくんですね。変な形。おー、ハトたち、あそこで何してんだ。なんか食ってるな。この先なのかな、夏釜。おー、すっげー、風強い。こっちどうなってんだろう。風強い、マジ気をつけないと。おー、やばい。ここは断崖絶壁って感じじゃないですね。すごい迫力。あ、ここ洞窟になってそうだな。なんだろうこれは。こっちは、おー、すっげー、
これが七つ釜だ。この穴、この穴が七つ開いてるんですね。多分結構奥まで続いてそうですね、洞窟。ここ敷地かなり広いみたいなんでね、ちょっと詳しい探索は夜にしましょう。で、七つ釜を海から見れる遊覧船がなんか近くの漁港から出てるらしいんで、ちょっと行ってみましょう。おー、フェリーいっぱい着いた。ここは七つ釜から車で10分ほど走った場所にある呼子という場所のフェリー乗り場です。ちなみにあの日は強風でフェリーの運航が中止していたので翌朝行ってきました。これが七つ釜遊覧船のイカ丸です。乗船料は大人1名2000円でした。これより七つ釜へとご案内いたします。それまでは呼子湾の景色を。道中にはクジラにそっくりなクジラ岩がありました。2階は展望デッキになっていて外に出ることができます。想像以上に速度が出ていてかなり怖かったです。体感で時速80キロくらい出てると思っていたのですが、調べたら時速30キロでした。およそ10分ほどで七つ釜の崖が見えてきました。ここがさっき言った展望スペースです。奥へ進むと七つ釜が見えてきました。洞窟は長い年月をかけ波の浸食により作られるそうで、このような洞窟を海食洞と呼ぶそうです。この日は波が高くて入れませんでしたが、天候がいい日は洞窟の中まで船で入ってくれるそうです。縦横3メートルある中央のこの洞窟は110メートルも奥に続いているそうです。洞窟は貫通しているところもあり、シーカヤックなどで通り抜けて遊ぶこともできるそうです。これが七つ釜の断崖絶壁で高さは40メートルあります。落ちたら間違いなく助かりません。こっちかな？着きました。これですね。すごい大仏がある。あ、畳の香りで温泉付きですね。すごい、本当に旅館の目の前が海になってる。へー、島がある。へー、あれなんだろう、小川島だって。ちゃんと町になってるっぽいですね。へー、こんにちは。でけえ、20メーターぐらいですかね。こんにちは。熊いないんじゃないの、九州で。この辺呼子っていう名前らしいんですけど、地名がイカが美味しいので有名らしいですね。海鮮レストランみたいなのがやっぱ周りいっぱいありますね。イカ池作り。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。うわ、この辺は
夜は怖いな。なんか人気が全くないですね。でもなんかすごいね、この辺いいですね。飯食った後隣の公園で海を見ながら黄昏してたんですけど、なんかすごい気持ちよかったですね。酒も入ってたし、その後旅館で爆睡したんですけど、またすげえ悪夢を見た。エレベーターに閉じ込められて死ぬ夢。はあ、なんかまたちょっと鬱モードに入ってしまった。もう着くんですけど、こんな恐ろしい道だったっけ。めっちゃ怖いんですけど。あ、ここだここだ。着きました。あ、この辺は街灯もあって自販機もあるんでいいですね。てか星すっご、すげえすげえすげえ。あんまりわかんないな、本当にね。星が散りばめられてる。いや、早く用意しよう。よし、そしたら準備できたので向かいます。ちょっとかなり広いんで、どっから行こうかな。とりあえず、まあ、昼間行った道とは別の道からまた七つ釜に向かいましょう。びっくりした、明かりついてる。あ、トイレか。あそこのトイレかな、その幽霊が出るって。すっげーな。海の方はもう真っ暗ですね。なんか人みたいに立ってないよね。気のせいだよね。来ました、公衆トイレです。こんばんは。これなんだろう。あ、なんかトイレ出たところに仏像様がいますね。こんばんは、お邪魔します。すいません夜遅くに。え、これなんだろう。これ供養の地蔵さんかな。ちょっとお賽銭入れる場所があるんで。お賽銭入れじゃないのかこれ。なんかでもいっぱい置いてあるな。一応置いてこっか。夜遅くにすいません、少し回らせていただきます。ちょっと映します。あ、でも顔はもう、あ、やばいやばい。なんか何の音だ今の。あれですね、顔は全部削られちゃってますね。お邪魔しました。あ、で、鳥居がある。こんばんは。なんか積石みたいなされてますね。七つ釜はこっちなんですよね。この先ってなんだろう。ここはまた後でにしよう。すいません。今んところね、全然。嫌な感じみたいなのはないですね。象の鼻。ちょっと一回こっち行ってみましょうか。あれ？なんか降りていく階段がある。こんな昼間あったっけ？結構下るな、これ。崖の下に出れんのかな？松ぼっくり。松ぼっくりってこうやってなるんだ。へえ。これはどこに向かってるんだ。やばいやばい、風が急に強くなってきた。あ、階段ある。ん？ああ、これ昼間来た場所か。うわ、風やばいっすね。ちょっと本当になんか崖に人が立ってそうな、なんかそんなイメージが湧いちゃう。いやー、すげー。これ七つ釜ですね、昼間見た。
何も見えないですね、これやばいやばい、風やばい。ビデオカメラならなんとか映るな。これ崖ですね。噂だと人が飛び降りる姿が見えるってことですけど、すごい迫力。このすぐ下も崖なのか。ああ崖だ。うわあ。ちょっと崖の方行ってみましょうか、歩いて。ああちょっとあれ、ほんと気をつけないと。ああこの先は崖だ。あ、やばいやばい、ちょっと待って、めっちゃ怖い。ちょっと待って、すごい急激に怖くなってきた。なんか引き込まれそう。しかもこの崖は落ちたら海じゃなくて一番下は岩場になってるんで、ちょっと戻ろう。お邪魔しました。こっちは七つ釜のさっき見せた上の方に向かう道ですね。あ、なんかよく見るといっぱい渓谷みたいな。柵を乗り越えないでください。下は断崖絶壁で大変危険です。なんか鈍い音したけど、ドンって。ああまた広場に出た。そっかね、こっちか。これ何、こんな道あったっけ。あ、ここも下崖なんだ。こんな道昼間あったっけ。てか草やばいな。やばいやばい、なんか石ある。ちょっと待って、あ、何の石だろう。なんか薄く掘られてるけど全然読めないな。ただのショートカットだった。あー、この崖だ。多分飛び降りるならこの辺じゃないかな。ここかあっちか。これはなんだ、立ち入り禁止なのか。これこの先がさっきのあの崖の先端への道なんですよね。ダメっぽいっすね。こっちは何なんだろう、これ。あ、なんかごめんね、鳥が。まあ全然動かないな。ではそこになんか象が立ってますね。あ、何の音。こんばんは、乙姫大明神様だって。神様が祀られてますね。結構ボロボロですけど、なんか手に持ってんな。よくわからんものを持ってる。お邪魔しました。なんだろう、なんか今良くないものを吸い込んだ気がする。なんか生温かいものを。こっち降りてくとなんか道が続いてますね。ガガラセ、すごい。お邪魔します。あ、クモの巣が。すごい道、上と下ここも分岐がある。めっちゃ広いなマジで。これじゃあ下行ってみますか。うわ、あ、これ一番下だ。すごいすごい。うわあ、海超綺麗。床まで見えますね。床っていうか海底まで。何あれ、なんか白い。びっくりした、なんか人かと思った。人の形に見えた。人が沈んでるんじゃないよね。え、違うよね。違いますね。人にしてはでかすぎるもんね。
りゃ怖いな。長靴、そ死体が流れ着くとしたら多分こういう場所ですよね。でこっちが崖ですね。ちょっと崖の下まで行ってみるか。なんか誰か喋んなかった。うわすごい迫力だ。で90度とかじゃないですね。もう反対側にもうえぐれてるわ。次ちょっと分岐上行ってみましょう。ちょっと待って、やばい疲れてる。また広場に戻ってきました。こっちは全部回ったかな。そしたらちょっとあの最初にあった鳥居の方行ってみましょうか。疲れた。あれここ立ち入り禁止になってるけど、こっちもなんかありそう。もともと入れたのにロープが張られてる場所が所々ありますね。あれかな、飛び降り防止ですかね。ほらここも本当は行けたんだ。この先もこれなんだ。あ、ちっちゃい子供用のバッグが押してるな。リュック、これニット帽。なんでだろう。こんばんは、戻りました。ちょっと鳥居くぐっていきましょう。お邪魔いたします。撮ります。よいしょ。なんだろう、この辺から空気変わった気がする。休憩所ですかね。すっごい人がいそうな気配がするんだよな。てかこの休憩所はなんで封鎖されてんだ。すごいボロボロですね。なんでこうなっちゃったんだろう。平瀬象の花。まあ、じゃあ左。はあ、石碑小川島慶慶合戦記念碑。あ、戦争の終戦の記念碑みたいですね。お邪魔します。でこっちは崖だ。ちょっと先っぽまで行ってみましょう。あー、こっちに来れば来るほど風が強くなってく。てか足痛え。なんだこれ、ちょっと待って、急激に足痛くなってきたんだよ。なんだろうこれ。すぎる。なんで足痛いんだろう。ちょっとここでスピードボックスやってみます。こんばんは、夜遅くにすいません。誰かいますか。あ、こんばんは。ここで今何をしてるんですか。風ですいません、ちょっと聞き取れなくて。職業とか聞いてもいいですか。亡くなる前のご職業を。すいません、どうもありがとうございました。夜遅くにすいません、失礼します。なんだろう、すごい変な気持ちです。怖いとかじゃなくて、なんだろう、なんか不思議な気持ちだ。戻りましょう。あれでね、ここで亡くなった人の数だけお地蔵さんがあるみたいな。これなんだなんだ。あ、神社だこれ。てか背中痛いな。あれ、こっちから話し声聞こえなかった。獣道があるんですけど、ちょっと行ってみましょうか。あ、なんかいらっしゃいますね。ここ
ここ崖なんですけど、崖の目、危ね、すいません、よそくに。崖の目の前にお地蔵さんが、あ、なんかこの辺倒れてるな。これ鳥居だったんだ、多分。これ後ろのやつ、鳥居の上の部分ですね。すいません、夜番職人、すいません、お邪魔します。で、こっちは、ここも崖です。なんか入った。ちょっと待って、なんかがまた入ってきた気がするんだけど、口の中に。耳が痛い。なんかいろんな場所が痛くなってきたぞ。ここでもスピットボックス使ってみますか。こんばんは。すいません、よかったらちょっとお話聞けますか。背中痛い。ちょっと背中が痛いんですけど、なんか関係あります？すみません、ありがとうございました。失礼します。やばい、足と耳と背中が痛い。ちょっとさっきの神社のところまで一回戻りましょう。なんかこの神社ちょっとすごい不気味ですね。背中痛い、背中痛い、背中痛い。痛いです。こんばんは。これほら、多分神社の石ですよね。崩れちゃってるね。木崎神社。こんばんは。夜遅くに本当にすいません。少しだけお邪魔します。すいません、ちょっと。あ、奥にはなんか祠がありますね。しでと祠があって閉まってますね。お邪魔しました。失礼します。てか、もうどっから来たのかよくわかんないんだけども、あれ、どっから来たっけこれ。メガネ岩、ふっふっ、ちょっと待って、なんか話し声みたいにしてない？待って、両腕も痛くなってきた。で、これ最後ここですね、行ってない場所は。あとはここだけだ。これは下ってくのか。結構下るな、ここ。これしてなかった、なんか。あ、広場に出ました。こっちも断崖絶壁ですね。うわー、ぼんやり崖が見える。何も見えないですね。ちょっと最後ここでスピードボックスやってみましょう。こんばんは。夜遅くにすいません、誰かいますか。こんばんは。あ、夜遅くにすいません、少しお話しできますか。ここで亡くなられた方ですか。
そうなんですね。すいません、ありがとうございます。おいつだったんですか、年齢は。あ、でも昼間来たけど、すごい綺麗な場所ですね、ここ。なぜ最後にこの場所を選ばれたんですか。あ、はい、ありがとうございます。あ、なんか、はい、はい、急に止まったんだけど。え、なんで、なんで、なんで、あ、こんな初めてなんだけど、なんで。音が出なくなった。んだ、ちょっと待って待って待って、誰かいますか。ああ、ちょっと待って待って待って、やばいな。なんで、てかまた動いたと思ったら止まった。スピードボックスが壊れました。15,000円もしたのに。っていうか、スピードボックスが壊れたと普通に声したんだけど、声みたいな。あ、すいません、話の途中で。どうもありがとうございました。今日は帰ります。今日はっていうか、もう帰ります。お邪魔しました。ちょっと急激に怖くなってきたんだけど。何今の声。はあ、疲れた、マジ疲れた。お邪魔しました、失礼いたしました。マジ足重い、痛い。あ、やばい、めっちゃやばい。こわっと。ちょっと待って、嘘。なんで消えた。怖かった。帰ってきた、帰ってきた。疲れた。ただいま。帰りましょう。体痛。はい、ということで七つ釜でした。ちょっとね、最後なんでスピードボックス壊れたんだろう。で、あと気配みたいなのもすごかったですね、最後は。まあ、全体的にね、特に嫌な感じみたいなのはしなかったんですけど。っていうか、頭痛えな、なんだこれ。はい、という感じで、まだまだ日本一周心霊スポットの旅続けていきますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。